はい、皆さん、どうもこんにちは、アシアです。東京に戻ったアシアなんですけど、北海道の動画まだ続きますね。そして今日の動画では、私、正真正銘の東京人、北海道に初めて来て、北海道でびっくりしたこと、気がついたこと、面白かったことを7つ選択したので、一つ一つ紹介したいと思います。いや、私の念願の北海道、ずっと行ってみたかった。ずっとずっとね、楽しみに待ってたけど、その夢がやっと叶って、とっても嬉しいんですけど、やはり北海道っていう地では他の日本と違いますね。一つの島になっているし、北に位置するので、それなりのいろいろな生活だとか文化だとか、本州と違う部分たくさんありますね。なんといっても観光の魅力、全国1位のその北海道、びっくりしたことを紹介始めます。スタートです。はい、その1、それはね、特急北斗で函館から札幌の方に向かってた時に早速気がつきましたよ。マンションとかアパートなどでは玄関が中になってることです。東京ってね、玄関が外なんですよ、マンションとかアパートは。たまに、なんでしょう、すごくいいお家だったらね、タワーマンションとか玄関中にはなってると思いますけど、基本は外です。それはね、実は日本に来た時もびっくりしたポイントの一つなんだけど、私の個人的なトラウマとして、前住んでた家は玄関外で、そこなんか緑が多かったなのか、私が帰る時にいつもドアの前にセミが待ち構えてたんですよ。まあセミの時期に限って、そのセミがね、死んだふりをして、で私が近づくと、ウィー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 、何回もそれがあって、それでうわー、これ外の玄関最悪だと思って、中の玄関っていいなってすっごく憧れてね、そんな家に住みたいなと思いながら過ごしてきたんだけど、北海道ならほとんど全部のマンション、アパートがその廊下が中になってるから、もう最高なんですね。ロシアはちなみにその廊下が外じゃなくてね、中っていうのは基本なので、寒いしね。それが北海道も共通してる部分なんじゃないかなと思います。廊下が外だったら雪まみれになったり、ドアがね、雪に埋もれちゃったり、本当に寒くて防寒性が悪いので中になってるのかなと思います。ちょっとよく探せば、廊下が外のところもなくはなかったんですけど、もう9割8割ぐらい廊下が中かなと思いました。早速それを特急の窓から気がついて、その後もいろいろ街を歩いてね、注目したポイントの一つです。では2番目、次はそれは洗濯機の話です。東京に住むとね、洗濯機って普通つなげるとき蛇口一つだけあって、そこにパイプつないで洗濯機を使うっていう形なんだけど、北海道ではね、2つあるんですね。お湯と水ってことは、お湯で洗濯できちゃうってことですね。最高じゃないですか。それはね、羨ましいんですよ。それもロシアで洗濯するときお湯っていうのは当たり前だったけど、日本に来ても全部水洗いだから、ちょっとやはり生乾きの匂いが取れなかったりとか、汚れが落ちなかったりっていう時はあるので、お湯で洗いたいですね。北海道の皆さん、羨ましいです。あと、そう、洗濯に関連するものなんだけど、ボイラーみたいなものもお家の中にありますね。大きなボイラー、多分東京だとそういった設備は玄関のなんか隙間っていうか、なんか特別なドアがあったりとかね、あると思いますけど、それはね、北海道だったらね、冬多分凝っちゃうので、室内になってるんですね。3つ目気がついたことは、ヒーターです。今ね、北海道に行ったのは8月だったから、夏でね、暑かった、だからヒーターはもちろん使ってないんですけど、でもそれが、その私が泊まってた友達のお家だったり、民泊のお家、マンションでありました。当たり前のようにありました。多分どこの家もどこの部屋もあるんですね。
東京はめったにないというか普通はないですね。もうエアコンでなんとかって感じですね。あ、ここだったら冬も暖かそうと思いながら、はい。青森も確かそうだったかな。ちなみにそうだね、青森も。私はね、今回北海道行ったのは本当に夏で、冬ってどんな感じかわからないんだけど、その話聞くと北海道の皆さんってロシアと同じく家の中暖かくて22度とか25度ぐらいで T シャツと短パンで過ごしてますね。ロシアもそういう風に冬を過ごしてます。全然寒くない。それに関連して次は4つ目、二重窓です。窓が二重になってて、なんか一回窓引いてさらに窓があってもう一回窓引くんですね。おー、すごいと思いました。ロシアの時の二重窓はね、一個だけだけど、こう中で二重になってて、ちょっと隙間がある、空間があるっていう二重窓だったけど、北海道は1、2って感じ、二重窓です。まあそれももちろん防寒対策で、でも東京もね、冬寒いので外がね、どうしてもうるさかったり、お家が間隔が近いので車が通ってたりとかうるさかったりするから、そういう意味でも二重窓を東京でも欲しいです。5つ目とは、今ならではのことなんですけど、北海道の皆さん、マスク着用率非常に高いです。マスクね、みんなしてるんですね。本当にもう 99% ぐらいなんじゃないかなって思ったぐらいで、東京はやはり、まあ、マスクみんなするんだけど、しない人もいるかな。まあでも今夏は暑いからそれは仕方ないかと思うんだけど、そのマスクの意識に関して北海道の皆さんが結構意識高いなっていう風に印象を受けました。次6つ目とは、ちょっとあんまり良くない話かもしれないけど、ごめんなさい、これは話しときたい。これはロシアとすごい、親近感湧いたので話させてください。北海道の道路が穴が開いてる。ちょっとデコボコしてる部分がある。だって日本はね、東京とか、まあ、今まで行ったところって結構もう道路が完璧すぎて本当にすごい、ちょっとでも穴開いてたりとかすると悪くなったりすると、すぐ工事が入ってすぐ綺麗にまたなるので、まあ、たまにすごい田舎の方の山道とかの方行くと、そこはちょっとあまり状態が良くない道も探せばあると思うんだけど、都心とか町だったら道が綺麗ですね。ところが札幌の中央区ですよ、住宅街を歩いてたんですね。私の大きなスーツケースを引きながら住宅街歩いてったら、もう道が結構デコボコしてるっていうか、何これ、なんかロシアみたいじゃないかって思ったぐらいの、その道路のアスファルトの状態があまりよろしくなかったっていうことです。そこロシアと似たような部分と思うのは、やはり北海道寒いので、冬はね、冬水そこにアスファルトの隙間に入って凍結して氷になって、こうちょっと大きくなるから、でアスファルトが割れるみたいな現象なのかなと思います。そこもちょっとロシアっぽいなと思って、ちょっと懐かしいなって思いながらでした。そして7つ目、最後は北海道の、方言。もちろん有名な北海道弁、北海道弁っていうかな、北海道ならではの言い方、なまらなんとかとか、しゃっこいとかっていうのはみんなご存知だと思うんですけど、それ以外にも唐揚げをザンギっていうらしいんですよ。ザンギってなんだろう、ザンギって聞いたら絶対唐揚げを思い浮かばないような音だと思うんですけど、あとは、トウモロコシをトウキビっていうらしい。おとといをおとつい、それなんか私がね、ザラでね、このお洋服を試着してた時にね、札幌で傘を忘れちゃったんですよ。で翌日じゃなくて翌々日に行ったら、おととい傘忘れたんですけどって言って、その店員さんが違う店員さんに聞いて、でおとつい傘の忘れ物って言われて、おとついって思って、いや私おととい忘れたけどおとついなの、あまあまあここの方言なんだねと思って、おとついって聞いてちょっと思わず、なんか嬉しい、なんか方言を聞けて嬉しい、東京から来た人
として嬉しい一つの瞬間でもありました。植物もすごくね注目しましたよ。私大好きな植物、木とかお花とか、あれを見たんですよ。日本語名忘れた。あれなんだっけ、ヤブラン、ヤブラン、ヤブラン、そうそう、ヤブランの花。あれね、ロシアでお茶にするんですよ。だからそれが結構好きで、いや日本ないかな、ないかなと思って偶然見かけた。ちっちゃかったし、お花ちょっとしか咲いてなかったけど、うわ嬉しかったです。あと桜を見ると、うん、ソメイヨシノかなと思ったら、でもこう表記があってね、ソメイヨシノじゃないです。北海道はエゾヤマザクラっていう桜なんですよ。すごくないですか。なんかそれを見て、うわ北海道感がすごいと思って、面白かったし、あと本当に見たことないような、聞いたことないような、北海道ってね結構何でもエゾってつくんですね。エゾヤマザクラもそうだし、エゾ松とか、エゾ、エゾ、いろいろエゾありますね。エゾジカ、それを自分の目で見れてとっても嬉しかったです。やはり本州と離れてね、その植物とか動物っていうのはヒグマとかね違うんですね。そういう意味で動物がね渡れないから、その津軽海峡をね、エゾ梅雨っていうのもあるらしいんですよ。なんかカフェでマンゴラッシー飲んでた時に、こういうノートにいろいろ書いてあるノートがあって、それちょっと読んでったら、北海道って梅雨がないって言われてますけど、ちょっと梅雨っぽいエゾ梅雨っていうものがあるみたいですね。確かに私函館いた時結構曇ってたり、曇りのち雨みたいな天気だったので、あ、これはエゾ梅雨だったんだって思いました。はい、こんな感じで、私は北海道行ったのはあくまでもね、夏8月だったので、多分冬北海道来たら絶対もっといろいろ面白い体験できたりとか、まあ寒いだろうし、雪がいっぱいあるだろうし、ちょっと冬も一度行ってみたいと思いました。あともちろん春とか秋とか、まあこれから長く日本に住めば全部の季節北海道行ってみたいし、もっと言うとね、もう8月と今日暑くて暑くて苦しいので、8月全部北海道で過ごしたい。ちょっと夏の別荘的な感じで、今回は2週間ぐらいだったけど、来年頑張って8月全部北海道でいろいろまた来る機会絶対あると思うので、また行ってみたいと思います。すごく北海道が良かったので、とても楽しかったし、これからその動画引き続きアップされるので、皆さんまたね見てください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。パカパカー。